見失われたのに、見失われないために、その方眼上に木船さんの方で目印を打ってもらったのを目安に、それにそれを手がかりにして、縁駒を転がしていくと、この5番がここに来てここに来ると。でもカメラが移動しているので、その中で縁駒が転がる方向を見失わないように気をつけながらやりましたね。どっちに転がるんだったかな。自分が手をつけている今この作品、このフィルム、このカットっていうものに対する愛情っていうのはものすごく俺は深いんだなって、ああダメだ俺愛してるわとかっていう感じ